えっとね、ゲッターロボタとかもうすごい商業的な成功でして、それがかえってね、表現者勝利っていうことも歴史になっちゃって、結構いろんなことがあったっていうことの歴史を覆い隠しちゃってるんだよね、だから今逆に見ると分かんなくなってるっていうことになっちゃうんじゃない深夜アニメだから女性の裸を表現していいとかっていうことに、いうことで俺はちょっともう一度立ち戻ってみると、いろんな歴史があるよ、だって。で逆に枕木さんに中心地アンモンルみたいに中華用のチャンネル作ろうかな、それはお菓子はおもちゃもいいなっていうことと同じだから、国内のそういう無形な人に叩かれてしまう、叩かれてもあとそういう人は逆に褒めてあげようよみたいな、村上春樹がその新しい壁に向かってさ、ね、卵を投げるかわけにめちゃうけど、つまりパレスチナ人をイスラエルの部下賞みたいなエルサレム賞を取るっていうのにそんなことを言う人なのじゃ、それ逆にかっこいいでしょって、だからまああんまり表現規制だとかに文句言わないでよ、まあ、そういうことだね。